皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、新しい森の洋館に行きたいと思います。また長旅になるんですけど、いろんなものを持って冒険に出たいと思います。そして最終的に森の洋館を爆発したいなと思っております。ということで早速行ってみましょう。準備は万端なので、早速行きたいと思います。でエンダーチェスト持って、この辺にもいろんなものを入れて準備を整えてありますので行きましょう。それでは行きましょう。レッツゴー、行ってきます。ソロの旅をまた頑張ってやっていきたいと思います。エリトラももうマックスね、回復して完璧なので、家から近いところの村とかはもう結構行ってるから、で座標を見とこうかな。家からどんどん離れていっていて、 Z 座標が離れていってる感じかな。このまままっすぐ飛んでいこう。夜ももうエリトラが大丈夫な限り飛び続けてもいい気がする。ただちょっと暗いっていうのがね。さあやってきました。こちらは白樺の森ですね。白樺の森というか白樺の山。わあ、夜になった。星が出てきました。うわー怖いね、何にも見えないね。おお、この辺はもう一面雪です。6500座標進みました。雪を抜けると林、そして山、これは針葉樹かな。そしたらまた雪。おお、この辺は山岳地帯なのかな。おお、待って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 、スライム、スライムがいる。スライム欲しい。スライムゲットしてこう。わあ、スライムだ。やったやった、ちょっと嬉しい。うわー、分裂した分裂した分裂した、やったー、嬉しい嬉しい、スライムゲットした。もう一匹いたよね。あれ、どっか行った、いなくなった。あそこにいる。やばい、クリーパーもいる。クリーパーはいかんよ。クリーパーはダメー。クリーパーはダメー。スライムくーん。あなただけが欲しいんです、私。ちょっと待って、ゾンビもダメー。スライムだけが欲しいの。来ないで来ないでー。スライムボールがね、欲しかったの。一個も持ってなくてね。はい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 。やっつけますやっつけますやっつけます。はいよ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 。うお、クリーパーだった、スライムじゃなかった。もういないよね、スライムくん、いなくなったよね。よし、経験値とかはね回復するから。何、聞いたことのない声だった今。どこにいるんだろう、どこにいるんだろう。こいつか。何ゾンビなんだろうこの人。あ、まだいる。クリーパーとか来ないうちに。よし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 。おお、お前、あ、ちょっと待ってちょっと待って、やばい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 、クリーパー来てるクリーパー来てる。ねえ、スライムが欲しいだけなのに、スライムが欲しいだけ。私は来ないで。お前もお前もだよ。あれ、どこ行った、スライムくん。もうどっか行っちゃった？いた。ててーい！危なーい。ちょっとスライムが欲しいだけって。ちょっと待って、落ちた落ちた落ちた。ダメだ。もう危険。もう爆発な。もう逃げるわ。もう逃げます、私。よし。はぁ。ちょっと待って、合ってるか？よし。ジャングルまで来たぞ。怖かった。あんなに攻め入られるとは。え、ここ燃えてるやん。燃えてるね。ジャングル。ダメだ。ちょっとジャングルに入って遊んでる場合ではない。なんかちょっとずれちゃった、座標。あ、ジャングル寺院がある。待って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 。あ、危ない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 。危なかった。マグマに落ちるとこだった。ジャングル寺院あるじゃん。いろいろと仕掛けされてたりとかして、危ないんだよ。危険なんだよ。お、なんかいる。なんかいる。早速、おう。おー、早速。そっか、
夜が明けたばっかりだからちょっと暗いんだよね、きっとね。クリーパー音もなく来るから嫌だよね。どうしよう、危険かな。ちょっとせめてこの辺明るくしとこう。でも敵がいるよね、絶対こん中って。あ、いない、意外と。あーで、そうあいつがね攻撃してくるんだよ。で、このレバーをなんかやるんだよね。どうすればいいんだっけ、ちょっと待ってググロ。簡単にお宝入手したい場合はツルハシで壁を壊して隣の部屋につなげましょう。トリップワイヤーフックに触っちゃうとディスペンサーから矢が発射されると。まあいっか、壊すか。これね、こいつだ、わかった。おー飛んできた、あった、よし、あったぜ。いきまーす、開けまーす。骨かーい。もうなんもないってことだよね、こんだけしかないってことだよね。次に行きましょう。まずこのジャングルを抜けるというか、どうにか飛びたいよね。この辺からこう飛ぶしかないのか。行きます。おお、食らった。ここじゃない、こっちか。あ、こっちだ、よし、合ってる合ってる合ってるんだけども、なんかまっすぐ飛んでないな。なんかね、飛んでる向きがね微妙に斜めってるんだよ。まあいいか、微妙は微妙はいいでしょう。いや、初めてのジャングル寺院でした。面白かったわ。このまま行っちゃおうか。まだ動きませんね、地図。こないだ動いたのが2万座標ぐらいってから動いてたかな、確かそんな感じだったから。まだ全然動かない感じかな。お、海洋神殿が、海洋神殿めちゃくちゃいっぱいある。あ、あれ海洋神殿じゃないわ、ただ明るい場所。え、海洋神殿だな。海洋神殿めちゃくちゃいっぱいあるんだよね。エリトラ耐久力3つけてるからめちゃくちゃ持つわ。お、2つ目のジャングル、いいね。旅してるといろんなものが見れるからいいよね。お、こんな林の中に村がありますよ。弾動いてた。この辺で一旦降ります。着地、ちょっと一回落ち着こう。寝てる、ちょっと待って、デカめの家、よしよし、おやすみなさーい。全部川だった今の。この辺で荷物整理しようか。とシュルカーボックスの青色に入れましょうかね。ロケット花火追加しといた方がいいか。と花火の在庫はここ、ちょっととりあえずここに置いといて宝物探しします。チェストの中身をいただきます。ない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 、めっちゃいる。何こいつら、兄弟なの。おお、エメラルドパン、何こいつら。あ、か、革屋さんだからこんなにいっぱい革ばっかりあったんだね。なるほどなるほど、そういうことか。ない、複雑な地形だねここね。私の荷物はどこ、あった。これシルクタッチついてる、ついてるね。これ修繕しかついてないわ。これシルクタッチついてるやつだね。怖いんだよ、シルクタッチついてるかちゃんと見ないと。じゃあこの中にシュルカーボックス入れて行きましょう。次、地図が動いたから、あの止まったの。今こっちに向かっていたんだね。なのでちょっとだけ向こうに戻ろう。ほら地図動いてるでしょ。お、ちょうどこの辺だ。で、ちょうど暗くなってきたな。一回ここで寝ようか。おやすみなさーい。はい、おはようございます。よし、そしたらこのラインで、で、こっちに今進んでたわけだから、右か、こっちに行くってことか。次はめっちゃ不安だわじゃあこっちに行きます。座標が増えていく方、X が増えていく方に行きます。よーし、行きまーす。おー、いいね、 X が増えていってるね、完璧。いやー、でももう近い気がするよ、ここまで来たらね。変なのここ、頑張っていきましょう。いやー、空の旅快適でいいわ。ロケット花火もねすごいたくさん持ってきたから、今回はもう何も心配せずに行ける。これまたね、横がねどんぐらい離れてるかもわかんないからね、横ももう下手したら2万座標とかね行かないといけないかもしれないからね。なかなか遠いけど
まあ旅ができて楽しいというのもありますし、いろんな景色が見れるから旅はいいんだよ。今回と前回の旅で本当にいろんなものが見れた。エリトラをこんなに活用したことも今までなかったから、エリトラをねこれだけ活用できたっていうのもね、良かったな。本当エリトラ取りに行って良かったな、頑張って。いや、なんか今回寄り道全然してないからめっちゃ早いわ。この間めっちゃ寄り道してたからめっちゃ遅かった。でもちょっと夜になってきたから一回どっかで降りてエリトラの修復しようかな。でもどうせなら村とかに降りたいな。さっきの村に降りればよかったな。おお、いるか。降りるか、仕方ないから。どっかでもうやばそうだもんな、エリトラ。でもこんな森では降りたくないな。この辺の草原で降りますか。村ありそうだけどな。あった、あそこの村に行こう。ほらでっかい、しかも。よし、村人を襲わないで。よし、村人を守った。なんか全然寝てないね、ここの村人。どうしたんだろう。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃいる。やば、やば、めっちゃいるわ。フレイムが効いてるね。頑張ってね、経験値を貯めてエンチャントした甲斐がありました。おお、馬さんが。あー、ごめんやってしまった。おお、クモ。お前、お前、やばい。牛を焼肉、あー、焼肉にしちゃった。牛焼肉にしちゃった。牛ごめん。おー、クリーパー。やめてやめてやめて、爆発すんな。どうかな、エリトラ回復されたかな。あ、だいぶ回復されてる。もうちょっとだね、エリトラね。よし、もうちょい頑張ろう。経験値もうちょっと稼ぎたかったんだけどな。うん、来た。ちょっと邪魔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 誰、私の邪魔してくる人。もうだいぶいいんじゃないか。っていうかもう朝になっちゃったし。よし、村の平和を守った。エリトラも回復された。修繕のツルハシがちょっと回復されなかったのが残念だったけど。よし、じゃあ今日はこの辺で、またこの荷物を置いて泥棒だけして、泥棒して続きはまた今度にしようかな。泥棒だけしていきます。パン。ここはいらんな。はい、ということで今日は丸がちょっと動いたということでした。前回よりはいろいろ修繕とかもうまくいってるし、エリトラの使い方とかいろいろうまくいってると思うので、まあもうつくんじゃないかなと思います。なので次回は X 座標の方かな、 Z 座標の方行ってたから X 座標の方を進んで森の洋館にたどり着けたらいいなと思っております。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますので、ぜひそちらもご覧ください。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。